はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。アンドレス長谷川です。プレデターハンティンググラウンズやっていきたいと思います。さあ、今回久々のスカウトを使っていきたいと思いますね。このセクシーお姉さんを使っていきたい、で分析スカウトですね。スキャンが完了したターゲットに対して与えるダメージが増加するという。なので今回はしっかり遠距離でスキャンをして、んでバスバスエネルギー弾をぶち込んでいくという遠距離、まあスカウトなんでね、遠距離特化プレデターでいきたいと思います。まあ一応刀持たせてますけど、まあとどめを刺すようというか、そんな感じかな。やっぱ HP ほぼほぼないので、スカウトはね、できるだけ遠距離で戦いたいという感じなので、オーディオデコイはね結構重要。これをポンポン投げておいて位置を分からなくさせておいてね、そしてディザレンズでさらにビームのねレーザーが見えづらくなるという。これプラズマキャノンのレーザー、このここの赤いピーのレーザーが見えないってことだよね。うん、レーザー弾が見えなくなったら超強いよねなんでエネルギー最大量増加し、回復速度も上げておりますと。行きましょう。さあ行きましょう。今回はサポートアサルト、サポートアサルト、アサルト強いよね。デッドリーってアサルトライフルのあれが強くなるっていう。ほい、攻撃力がね上がるってやつなんですけど、すっごい厄介。上手い人が使うとね、はい。だから初めのうちは結構デッドリーのアサルト使うといいんじゃないかな。はい、まあほんと薄い感じになったね。確かに、まあ以前も使ったことはあるっちゃあるんですけど、オッケー、クソヤバくさせて、お、向こう1人、ほい、1人でいますね。あ、いた、ほい、オッケー、これでスキャン完了してます。ほい、ほい、ジョン、はい、はい、遠距離でやると言いつつ、あれは嘘だ。遠距離でやると言ったが、あれは嘘だ。おい、痛い。ほい、ほい、あん、ここだね、いた。オッケー、あそこはもう死んだ。あれ爆発するんで、ほい。さあスキャン終わってるので、バレたわ。オッケー、ほい。はい、硬いね、さすがサポートAI にやられた。さあ、あと1人。お、もしかしてあれセルフリバイブかな。生き返ってますね。 OK、オッケー、ドン、おい逃げられんよ。はい、これは
まあ、最後エネルギーセル、せっかくエネルギー特化構成にしてるからこれで倒そう。ほい、出てこないか。来た。はい。お。足跡で。あいった。お。足跡でわかるぞ。この人スキャン完了しないな。終わりだ。はい、終わりです。いやまあ序盤で一人速攻落ちたってのもありますけど、やっぱ死人をしっかりできないところからガスガス遠距離やられるってのは強いよね。 OK。まあでも透明化中声するんでね、透明化してない時は声出ないんですけど、透明化してる時はカラ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 っていうのが聞こえる。なのでその音の位置をしっかり聞いて大体の位置を見るのが重要。プレデター側もっとベルタニウム欲しいしレベルアップとか言ってるけど、俺はもう完走してるからな。バグ、もう一回行こう。ほい、よいしょ。ほい、おっ、ほい、グレランか。ロケランだね。そんなん撮ってる場合ではないですよ。あ、やべ、あっぶねえ。ほい、言うほど食らってないな。はい、自爆しなかった今。ほい、よいしょ。はい。それ危ないんですよ。そのまま死なしてやった。さあ、あっちの裏、いた。ほい。オッケー、スキャン済んでるんで。よいしょ。まずいことになった。来てくれて助かった。ほい。おし、当たんない。おし、これほんとね、ダウンした人即起こすのって危ないんですよ。え、なに、エネルギー回復して、完全に今当てる方向、よいしょ、向こうの人をやろうと思ったのになぜか。はい、 OK、 ここまでは来れないので、うん、やっぱ逃げる時もこうやって絶対に射程範囲内とこを選んでセカンドウィンドすると、特にこの洞窟マップはすごいそれがやりやすい。ほい、うん、全員アサルトデッドリーですね。お、まだブーブーいるな。いた、水平移動ブーブー。
ケイ。向こうに。ほい。あっちか。洞窟の中で。いた。OK。ちょうど降りてくるかなと思った。間違いだ。ちょっとね、ボタンの割り振りをしたらちょっとね、まだ慣れてなくて。OK。ほい。よし。ほい。終わるよ。終わりだ。はい。いや、強いね。普通に近接なんかしない方が全然強い。はい。うん。終わりです。なんで、近距離やろうとしてすごい負けちゃうっていう人、これいいですよ。ただスカウトはちょっと HP 低いんでなかなか難しいと思いますけど、今みたいにね、レーザーでガスガスやってれば、倒せるんで。でも、上手い人たちだと、位置すぐ特定してがっつり当ててくるんで、上手いこと R1 の大ジャンプで的を絞らせて、一発撃ったら移動して、みたいなことをやっていけば、あと、マップ内に、ゲリラをたくさん呼ぶ、そして医療キットを壊しておくとかすれば、あとはサポート、医療キット持ってそうな人を先に倒すとかね、すればいいんじゃないかな。まあ大体ここで何かしらやるでしょう。ここでほい。 OK。で、よいしょ。豚が向こう。あ、来たね。んー、じゃあせっかくなんだ。ほい。よいしょ。 OK。 警報呼んだね。はい。うん、それ爆発するな。どうも。 OK、 1人終わり。多分それメディックでしょ。ほい。やりきれないか。あ、そこにいる。はい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 。シュン。オッケー、エネルギー溜まった。ほい。オッケー。発見されるセントリー。セントリーつっちゃうな俺。ほい。エネルギー残りわずか。ほい。とか。おいた。後ろから来てる。中かな。はい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 、二人いる。オッケー。押し。オッケー。やりきれない。一人もう落とそう。
OK。 あー、いけないか。ちょっと欲張っちゃった。ほい、よいしょ。ここは本当に逃げやすいんですけど、ちょっと待って待って、やめてやめて。それめちゃめちゃうまいスナイパーの人とか、ロングジャンプ抜いてくるときあるから、マジでそこ注意なんだよね。ほい、ちょっと豚ちゃん欲しいです。いた。オッケー。ほい、やっぱ落としておくべきだったけど、そろそろもうダウンできる回数もちょいと減ってるんじゃないかい。ほい、あ、一人死んでるわ。ほい、お、罠だったか。仲間を罠に。よいしょ、3人だね。 OK、 スキャンはしてある。 OK、 よいしょ、目はいいね。ほい、 OK、 はい、 OK。ポン、まずい。これは引く。いやー、やっぱスカウトだとダメージでかいですね。はい、そろそろ起こされるかな。起こし位置、うん、そこ離れてないな。追ってきてるかな。ほい、ん、追ってきてないな。ほい、あ、2人ここにいるわ。OKOKOK、 ここで決めようっていう感じかな。 OK、間違えた。ほい、くそ、間違えた。この人ショットガン結構ダメージでかいな。はい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 、シュン。オッケー、違う、よいしょ。はい、あら、死んだ。全身だ、もしかして。お、あれ、この人で終わり。おー、終わっちゃった。もう一人は AI にやられたのかな。そんなプレデターダメージ多くもないのにあんなに食らうってことは本当に HP 低いんだろうね。では次回もお楽しみに。チャンネル登録まだの方はぜひともお願いいたします。ではまた。